韓国のセブンイレブンはポケモンコリアとタッグを組み、ポケモン橋三種を発売したと22日、明らかにした。セブンイレブンの関係者は、消費トレンドの変化に合わせて、認知度が高い人気キャラクターを活用した差別化された商品を多数企画していると述べた。セブンイレブンによると今年6月、 創立30周年記念としてお披露目された、キャラクター家庭生活用品第1弾、ディズニーピクサーキャラクター食器が好評を得た。これに支えられ、キャラクター家庭生活用品第2弾、ポケモン橋をお披露目したと説明した。